趣味抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。こちらは婦人物のコートになります。素材は綿 70% ナイロンが 30% 裏地ポリエステル 100% ファー部分にラムファーがつくんですけど、お客様が取り外してですね、くださいましたので、ファーはお預かりしておりません。実はこちらですね、一度クリーニングしてありまして、クリーニング済みの状態でお預かりしております。でどうして、もう一度洗いたいなというふうに思ったかと言いますと、洗いたいわけではなくてシミを取りたいわけなんですよ。どこにシミがあるかと言いますと、後ろ身頃の裾なんです。このシミです。自転車のサビじゃないかというふうにお伺いしました。この裾にドローコード入ってるんですけど、ドローコードのうねうねに沿ってですね、細かい傷穴が開いております。まあ自然な感じのエイジングで、必ずそんな風になってしまうんですけども、一周ずっと前も後ろも傷穴が入っております。その傷穴が大きくならないようにですね、あとはもちろん色も質感も風合いも保って、このシミだけを抜きたいと思います。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。コートのシミ抜きが終了しましたので、状態を見ていきたいと思います。シミはこちらです。わかりますか？シミが残ってますよね。はい、もちろんビフォーアフターの比較では明らかにシミは薄く目立たなくはなっております。シミ抜きをさせていただいたので当然といえば当然なんですが、ここまで薄くなったんだから完全にシミを取りたい、どうせだったらもう完全にシミをなくしたいって思う気持ちは私もお客様と全く一緒なんです。シミのある場所に気づいてらっしゃるお客様と、シミ抜きをさせていただいた私はですね、意識してピンポイントにここを見ることができるので、わずかな色の段差でもやっぱり気になっちゃう、分かっちゃうんですよ。特に黄色っていうお色はですね、人の目で最も認識しやすいお色なんです。注意を促す際に黄色が使われるのはそういった理由なんですね。なので意識してみれば必ず分かっちゃうんですけども、よーく見ていただきますとですね、望ましくない変化の兆しとして下地の色、地の色も若干変化しかけているんですよ。なので本当はもっとシミ抜きをきつくしたいんですが、ここでやめときました。もう少しもう少しというふうに無理をしてですね、あそこでやめておけばよかったなっていうふうに後悔したことが過去に何度もございます。今回はここでやめといた方が快適に着られるんじゃないかなと思います。これナイロン素材が 30% 混紡されてますので、それも影響しているのかなとか、他店さんでシミ抜きをすでになさっていて熱処理されているからかなとか、まあいろいろこう予想できることはあるんですが、原因が何であるとか、作業工程がこれまでの作業の工程が何であるとかというふうなことはもはやもう関係なくてですね、どこまでのシミが抜きができるのかという見極めのみでございます。こんな感じです。ご利用ありがとうございます。詳しくはシミ抜き武田クリーニングで検索してください。